藤原忠彦は、日本の政治家。元長野県川上村長、元全国町村会長。1938年11月22日、長野県南作郡川上村で出生。長野県薄田高等学校中退。農業に従事した後、1961年、大型トラクターの運転手として、川上村の臨時職員に採用。 その2年後の1963年に正規職員として採用され、議会事務局長、企画課長などを歴任。1988年、川上村長選挙に出馬し、初当選。同年2月26日、川上村長に就任。川上村長として、独自の行政サービス実現に邁進し、専用カードで24時間利用できるシステムを構築した。 24時間図書館の運用、高原野菜のための土壌開発、新種開発、機械化、ブランド作り、海外輸出、レタスの市況や気象などを伝えるケーブルテレビ局の解説、地元産カラマツを活用した中学校の建設、赤字だった民間バス路線を、スクールバスの車両と運転手を活用して尊営化し、黒字に転換するなど、先進的な取り組みを展開した。 2005年1月22日、長野県町村会長に就任。2010年、日本航空高等学校を卒業。2010年4月21日、全国町村会長に就任。4期務め、艦隊平和経済連携協定対策の基金創設を求める特別決議や同州制反対決議などを主導した。2017年7月30日、 全国町村会長を退任。同月31日、全国町村会顧問に就任。このほか東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会顧問、第31次地方制度調査会委員、日本赤十字社理事、長野県社会福祉協議会会,会長などを歴任。2019年12月12日、 任期満了に伴う川上村長選挙に出馬すると表明したが、同月27日、一転して出馬しない意向を示し、2020年2月26日、退任。2020年3月25日、長野県土地改良事業団体連合会会長に就任。2021年4月29日、朝日、重光明を受賞。ありがとうございます。